金子忠だ2月25日から1942年11月14日は日本の海軍軍人空母艦上戦闘機搭乗員として日中戦争及び太平洋戦争で8機以上撃墜の撃墜王となるガダルカナルへの高速輸送船団の上空直江の戦闘にて戦死最終階級は海軍少佐没後昇進で中佐本席は 山形県西村山郡八町。弁護士の父の6人兄弟の三男。日本橋区九小小学校を卒業し、富士一中では柔道部に所属。1933年、海軍兵学校60期卒。同期には、板谷隆一中佐。一中では一期先輩の鈴木ミノル中佐など。1934年、第26期飛行学生。同期に、 横山保津、鈴木みのる、新道三郎、山下正ら。同終了後の1935年、海軍中尉任官。死が事変勃発時は、第一航空戦隊機下の空母、竜城戦闘機小隊長。1937年8月22日、宝山方面にて服用機ながら当時新鋭の95式艦船で、紹介行動中。 カーチスホークさん及びボーイングモデル281、戦闘機など敵18機編隊と遭遇、交戦の末、わずか4機ながら30分間足らずで、単独2機、舞台で6機撃墜の戦果を挙げ、当時の東京朝日新聞市場にて、空の英雄として大々的に扱われた。翌23日には、同期の鈴木ミノルム95式艦船4機にて、 相手カーチスホーク及びボーイング P26 混成27機、変態相手に急機撃墜の戦果を挙げた。9月に、関東攻撃に参加後は本土へ帰還。金子隊し単位1938年8月25、空軍隊長として年末まで基地防空と、地上部隊自家協任務に当たった後、横須賀海軍航空隊付け。 鈴木実とともに十二空分隊長として観光に進出したが、空戦の機会はなく、15年5月に大村空、10月、美保六分隊長勤務を経て、1941年9月に空母、昇格乗り組階級は海軍隊員として12月8日の太平洋、戦争開戦時の真珠湾攻撃を迎える。イタヤ・シュゲル率いる第一次攻撃隊。 第六星空隊長として霊戦苔を率いて出撃。反撃もなく金をヘベローズ両飛行場を攻撃。1942年1月8日から同年2月2日に日本に戻るまでラバウル大攻撃に加わり、同年3月17日、インド洋作戦に参戦。同年4月9日のトリンコマリー攻撃では、味方霊戦10機で相手23機撃墜。 味方損失一機であった。1942年5月、第六空飛行隊長となり、6月5日のミッドウェイ海戦では空母赤木に便乗。列機4機を伴い、飛行艇2機を撃墜した。赤木沈没後は救助されて本土に帰還し、7月からミッドウェイで、ちりじりになった艦船、観光などを集め親切なった空母、飛用の飛行隊長に就任。 部下には原田カナメラがいた。南太平洋海戦への途上、費用の機関故障から、同艦飛行隊の主力は、同年10月24日、ラバウルに進出し、第11航空艦隊のラバウル基地の基地、航空船に加わった。同年11月1日、部員に進出し、第3次ソロモン海戦に参戦。同年11月14日、 ガダルカナルへの高速輸送船団の上空、直江の先頭にて戦死。同日には同様に高速輸送船団の直江に当たっていた、菅波政治隊員も戦死している。金子は操縦はさほどではなかったとされているが、統率力に秀でていたとも評されていた。金子はじめ、金子中は2位。ありがとうございます。